マジどうも、白のシリと、ラマルト、イオタッチです。ワンピースクイズ、はい、今回、ワンピースの映画、はい、フィルムレッドです。ついに、ワンピースの映画公開します。頑張ります。やってました。まあ、今回、ワンピースの映画が、はい、まあ、公開されたっていうことで、はい、やっぱりまず映画を見る前、ワンピースね、有名なんで、まあ、みんな知ってるかと思うんですけれども、はい、まあ、ワンピースのことをまずやっぱ知ってから、より深くワンピースを知った上で、そうですね、映画を見ることによって、やっぱさらにその映画の面白さっていうのが分かると思うんで、まあ、今回は我々がどんぐらいやっぱワンピースのことを知ってるかっていうのを今回しっかりテストしたいと思うんで、はい、今回ね、我々のカメラマンがですね、非常にワンピース好きということで、漫画本全部持ってるらしいですね。あ、そうなんですか。え、すごくね。ちなみに将来の夢なんだ。将来はワンピースになることです。ワンピースワンピースになる。すいません。すでに魅惑がバレました。将来は海賊王になることが目標です。やっぱり。そうなんですよ。ただですね、今回うちのメンバーのマグアキさんですね。はい、一番詳しい人が。今回不在なんですけども。不在です。で、今回も我々3人で今回ワンピースについて、しっかりテストをしっかり解いていこうかなと思うので。予習ですね。確かに。映画前の予習感覚で、まあ、やっていければいいかなと思う。はい、はい。それだけマジマジマンジ。ちなみに、あれ、テレフォンありなんですか。テレフォンありにします。追加ルール。じゃあちょっと追加ルールで、1問だけ。もう1回だけ、でんでん虫できるんで、ただ、もしその、でんでん虫が出なかった場合、終了と。これ終了ですね。これ1回。あー、厳しいな。1回のみなんで、運を試されると。じゃあ、じゃあ行きましょうか。それでは、問題、最初は初級編ですね。イーストブルーの、初めの段階から。ナルトで言う少年編。そうです。ゆか先生ら編ってこと。あ、そういうこと。アカデミー編みたいな。アカデミー編いちいちナルトに例えるのやめてもらっていいですか。それでは、まあ、簡単な問題からいきたいと思います、はい。世界一の剣豪を目指している、麦わらの一味のメンバーといえば。剣豪？これはフルネームですか？できましたよ。あ、できました。はい。まあ、これは当てて当然の問題なんで。まあそうですね。じゃあそれでは、一斉にオープン。はい。ゾロ。ロロノアゾロ。ロロノアゾロ。はい、正解。えい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 。余裕すぎる、これは。なんせ、剣豪って言われたらさすがにね。はい、じゃあ次の。はい。世界地図を描く夢を持っているメンバーといえば。なるほどね。夢を持った人を書けばいいと。もうすでに怪しいです。はい。じゃあそれでは一斉にオープン。はい。ナミ。ナミ。正解。当たるかーい。初級なんでね。さっきの流れで当たるかーい。メンバーの名前ぐらいわかるし。メンバーの名前ぐらいわかる。じゃあ次の問題いきます。はい。はい。自然系の、能力者は、カタカナで何と呼ばれてますでしょうか。あー、オッケーです。これはもうなんか、普通の概要みたいな。あ、概要的なことですか。あ、そういうこと、そういうことですか。自然系の能力者の名前というか、能力の名前ですね。あー、それでは一斉にオープン。はい、グランドスラム。覇王色。ロギア。はい、ロギア系の能力っていうことで、ロギア正解ですね。でも、覇王色はでも実質正解みたいなところあるけど。次の問題いきます。はい。はい、ロビンが、世界で唯一解読ができると言われている歴史の本文を、まあ、なんて読むでしょうか。え、ちょっと待って。いや、逆に俺これ、なんで知ってんやろって感じだった。これは結構有名やろ。結構有名ね。わからん。はい、それでは一斉にオープン。はい。古事記。いや、ハーバード大学の論文。ロード・ポー・ネグリック。答えは、ポー・ネグリックですね。え、今に正解。いやだってロードが入ってますよ。ちょっとロード、ロード、いやいや、正解って言ったんで、正解って言ったんで。でもこれまでロード・ポー・ネグリックですよ。これはロード・ポー・ネグリック。はいはいはい、間違えたやつ黙ってください。黙ってください。イチャイチャパラダイスじゃないか。イチャイチャパラダイスじゃないか。イチャイチャコネもない。タクティクスじゃなかった。はい、じゃあ次の問題いきます。はい、はい、じゃあ次の問題いきます。はい、シンプルに、ワポルが食べた悪魔の実の名前は何でしょう。いや待って、待って、あいつ名前ね、ワポル。ワポルはね、ドラム王国の元国王なんやけど、サブキャラすぎるな。マジで。マジで急にサブキャラすぎるな。はい、それではよろしいですか。はい、大丈夫です。はい、それでは一斉に行く。はい、はい、奏での実、フリフリの実、バクバクの実。あ、そういう感じ。バクバクの実、正解。いや、それいい。ドラム叩く人ってこう頭振るやん。それでフリフリ。そういうこと。てか俺、あ、全部こういう感じな。そうです。そう、何々の実とか、何々の実
何々なんか。あ、ゴムゴムの実みたいな、ワクワクの実みたいな。やばい。そんなね。お前らひどいな。はい、それでは次、仏の異名を持つこの頃の若い時の海軍本部元帥の名前は。まあ、ひらけ人の名前ってことですよね、要は。いや、そういうことです。だっけな、あの頑固じじいみたいな。そう、言いたいことはわかる。はい、じゃあそれでは一斉にオープン。はい、みくり、黒波、戦国。うわー、そうや、そうこっちこっちこっち、違う。はい、正解、戦国。ありがとうございます。うわ、大将が赤青黄じゃないですか。じゃあ黒かなと黒かなと思った。じゃあ次の問題いきます。はい、はい、麦わらの一味に、まあ、ウソップだったりとかサンジが身につける覇気の名前。ここ、すいません、テレフォンいっちゃいます。覇気の名前をお答えください。テレフォン、ちょっといいですか、はい、ちょっとテレフォンいきます。ワンピースはやっぱマグがやっぱ知ってるんで、マグにちょっと電話を、マグテレを。問題、何でしたっけ、ちょっと問題ちょっとちゃんと読まんと。サンジ、ウソップが得意としている覇気の名前です。僕は置かせていただきます。テレフォン中です。あ、もしもし、テレフォン、ちょっとテレフォン使ってまして。めっちゃ説明雑すぎるやろ。ちょっとテレフォンで、ちょっと今から問題言うので、ちょっと答えだけ、答えてもらっていいですか。そうだ、テレフォンなんで。じゃあ、ちょっと問題言います。それ、ちょっと答えてもらっていいですか。1、2分で終わります。ちょっとすぐ、問題言います。サンジやウソップが得意としている覇気の名前は。待って、テレフォン意味ない。テレフォン意味ない、もしかして。知らない。テレフォン使えない説。はいはい、どっちかですよ、それ。どっちかを僕は知りたいんですよ。なんでそんなウソップで引っかかるんかって。わかりました、ありがとうございます。それで答えさせていただきます。失礼します。はい、はい、これでください。おい、テレフォン使えんやっけ。なんなん、あいつマジで。これ当たってなかったらマジテレフォン意味ないわ。はい、いやー、マジわからん、はい、よろしいですか。はい、はい、それでは一斉にオープン。はいはい、見聞色、五合色、見聞色。はい、見聞色。やったー。テレフォン、テレフォン効果ありました。うわー、保護色やないか。しかもあいつ答え知らんまんまやけどね。これがあったりかも。あとなんかね、なんか武装色みたいなこと言った。が、武装、三つあるやん、一応三つあるんですよ。でも、それ言った後に、ウソップってずっと言った。いや、ウソップ一応使えるからね。いや、これはでかい。これね、テレフォンね、危ないかもしれない。確実と思ったけど、思ったより使えるかもしれない。問題いきます。はい。四皇の一人である、シャンクス、ベンベックマン、率いる海賊団の、名前を。海賊の名前、うん、海賊団の名前をお答えください。これはさすがに簡単すぎるんじゃない？簡単だったかな。やばい、漢字が書け。漢字っすか。あ、いや、いや、漢字でしょ。これは余裕です。じゃあそれだ、一斉にオープン。ソリッドだ。ロケットだみたいな。赤髪海賊団。赤髪海賊団。はい、赤髪海賊団正解。はい、ざます。そんな感じ。うわ、いや、これでかいじゃない。シャンクスって言ったら赤髪のシャンクスやな。うわ、いや、でかいっちゃね、これ。確かに。しかも、ランマルまだテレフォン残ってる。ノーテレフォンやで。ノーテレフォンやで。テレフォンやで、でかい。テレフォンなしで追いついたらでかいよ。じゃあ、次の問題まいります。はい、いや。キャロットが、見せた奥の手、要は月の獅子って言われる。何やったっけ？これをカタカナで何て言うんでしょう。ちょっと待って、絶対。奥の手で見せる。満月のやつよね。あ、何今の。テレレテレだテレだテレだ、わからんわ。マガキン、ちょっとテレマします。めっちゃすぐできる。月の獅子をカタカナで投げる。いやいや、わからんやろ、それだけじゃ。できてほしい。走りすぎ。あ、もしもし、お疲れ様です。今ですね、ワンピースの企画してるんですよ。はい、それでちょっとワンピース好きな、マガキさんが いないってことで、マガキさんいたら全問正解するじゃないですか。で、いないっていうことで、まあ、わからない二人がいること、いるじゃないですか、俺ら。俺も一応その一人なんやけど。その二人はテレフォンを一回だけ使えるっていう権限もらったんですよ。なんでテレフォンいいですか。
問題いいですか。キャロットってわかります？人物。キャロットの月の獅子っていうなんか技あるみたいで、その技の名前ってなんですか？月の獅子を別名なんて言うんですかね。はい。はい。え、技名ってが月の獅子なんですか？あ、そうですそうですそうです。奥の手の名前なんですかね。ああ、おや、来た？はいはいはい。導き出した？導いたらしいぞ。わかりました。ありがとうございます。もう以上です。今回の企画のテレフォンありがとうございました。はいはい。はい、それでは一斉にオープン。ムーンロデオ。エレクトロ。え、スーロ。バイヤ。答えはスーロ。やばい。おい。おい。おい。なんで俺なんか知ったのかって。テレフォンクソすぎる。テレフォンカット？いや使おう。いや、おもろい。あ、ラストですか？え、でも、ラストですか？ラスト。え、でも、点数。俺ら3点しかないです。点数確認します？最初の。はい、3点。俺も3点です。はい、9点です。もうやる意味ないか、もう。あ、俺優勝かな、これ。優勝ですね、多分。結構難しいような栄養代準備してるんですけれども、これで勝てないって言ったらちょっと盛り上がらないと思うんで。こっちのメリットがないけどね。単独優勝。そうやね、俺がこのままやったら単独優勝。と思うじゃないですか、皆さん。最終問題。なんと、ワンピースあげます。はい。つまり、最終問題。はい。答えたやつにワンピースあげるということは、答えたやつが、海賊王です。そうだ、答えたやつが優勝ってことですか？最後です！あれ？なんでやねん！なんで俺がやれかんねん！最終問題、参りたいと思います。はい。王星より上の地位、聖地マリージュアのパンギャー城に住まうものは何と呼ばれてるでしょうか？はい、もらいました。ワンピースはいただきました。王星の、また上におるんか。おるらしいっす。長寿がおるんやけね。あ、そうそう。長老がおるわけね。そう、大長老がおるんです。腕がないやつ書きます。はい。じゃあ、よろしいですか？はい。はい。それでは一斉にオープン。はい。モンキー D エース。混ざったか？死んでます。腕がないやつ、シャンクス。え、イムさん。そうそう。ちょっと待ってください。で、シャンクスは腕がないと。で、イムさん。いや、これ仏様じゃないですか？違う違う。これ仏様ですよね。イム。で、答えは、イム。あー、ダマでございますね。なんだ、五大陸のなんか大名みたいな名前やないかも。確かに。それ大名やね。大名やん、もう。お前ら。やば、俺全然正解。五老星ってあれやろ、五大陸の答えだったしね。そういうことです。ナルトで例えたらよかったな。エースじゃないか。結果発表！ポイント、3ポイントでございます。3ポイントでございます。1ワンピースと9ポイントでございます。海賊王です。結局これポイントじゃないっていう、ワンピースを誰が取るかっていうところだったんで、まあ結局1しか差はないんですよ。あ、もう今回は僕が海賊王です。まあまあまあ、今回はまあ譲りましょう。まあそうですね、今回はまあワンピースのまあ映画が公開されるっていうこと、公開し、ね、もうしているんですかね、公開は。しているみたいですね。公開ちなみにその映画には、妹さん出演してるんですか？出演は、海賊王ですが、しておりません。何やしておりません。誰や誰やじゃん。お前海賊王じゃないやん。俺はただの妹です。ただの妹。知らないでの海賊王です。じゃあ最後に、映画公開されるということで。はい。最後映画の告知を。告知をね、お願いします。どういった映画になってるんですか？今回の映画は、なんか、シャンクスの秘密がわかると。最終場面に向かって、はい、シャンクスの秘密がわかるということで、はい、結構なんか娘が出るみたいな噂が。シャンクスのですか？そうらしいです。なんか、実かどうかわかんないけど、その娘っていう設定のキャラクターが出るらしいんです。知ってなんで、映画をやったらそれを見ておくことによって、今後のワンピースライフを楽しく過ごせるんじゃないかなっていう。そうですね。ワンピースはやっぱね、噂してた有名なアニメなんで、まあ面白いことはもう間違いない。知らなくて損はないと。確かにそういうことで。まあ問題は結構僕的には難しかったんですけど、まあマグガキがちょっと答えなかったというところはちょっとまあ微妙だったんで、まあマグガキしっかりしろよと思った人はぜひチャンネル登録と高評価の方をお願いします。お願いします。
ったね。あ、この動画を見て、まあ、実際どのぐらい分かったかっていうのもですね、コメントでいただけるとありがたいですね。優しいコメントをお待ちしております。まあ、それではまあ、ね、次回のワンピースでお会いしましょう。